はい、こんにちは、カッパパです。ここはね、赤沼の駐車場って言いまして、奥日光の千丈ヶ原の入り口です。久しぶりに奥日光に来ました。今日はね、千丈ヶ原、お田代を歩いてみたいと思います。それではね、今日のコースを簡単にご説明します。出発は赤沼の駐車場から、抵抗外バスに乗って、西の湖入り口で下車します。バスを降り、西の湖を目指します。途中には白樺林の他に、樹齢200年を優に超える春ニレや水奈良の原生林を通ります。西の湖から約40分歩くと、中禅寺湖西岸の浜、千寿ヶ浜に出ます。ちょうど昼時だったのでランチにしました。中禅寺湖、南大山を眺めながらゆったりとした時間を過ごしました。帰りも抵抗外バスに乗り、赤沼へ戻りました。それではご覧ください。今日はね、新兵器を使います。いつもね、 GoPro だったんですけど、今回はこのカメラを使います。はい、 DJI のポケット2ですね。今日はこちら撮っていきたいと思います。千丈ヶ原やね、小田代ヶ原とはまたちょっと違う山域になるんですけど、どっちかったら中禅寺湖に近いところですかね。今日はね、DJI のポケット2と、あと今撮影してる iPhone の XS Max ですね、これらを使って今日はね、ずっと撮影していきたいと思います。してね、気持ちいいわ。はい、西の湖に着きました。なんかだいぶまた干上がっちゃったね僕はね、子供の頃はここら辺まで水があったんですけどね、どんどん干上がっちゃってるね。地球温暖化だかなんだかわかんないけど、あんな雨降ってんのね。じゃあ千丈ヶ浜まで 2.2 キロ、こっちですね。晴れて気持ちいいね。
ち行くとね、シャザンの方に登っていく道があるんですよ。で、千住ヶ浜はね、この吊り橋の向こうです。久しぶりだね、千住は。このね、DJI ポケット2のね、まあ、デビューにしちゃもう最高のロケーションですね。男体山なんかね、まあ雪の湯の字もないけどね。はい、あれは高山ですね。で、遠くに千住ヶ浜の桟橋が見えます。行ってみましょう。もうお腹が減って動けなくなっちゃうんで、はい、ここでね、ご飯を食べたいと思います。はい、今日はね、すごいご馳走を持ってきたんです。風が出てきました。でもね、焼肉美味しかったね。めっちゃくちゃ美味しかった。うわ、なんかね、全然天気が変わっちゃったね。はい、今ね、こちら千住ヶ浜です。予定だと熊久保経由高山で、そこからね、降りて赤沼戻る、まあ、予定だったんですが、まあ、ちょっと天気がね、だいぶ風が出てきちゃったんで、あとお腹いっぱいになったことで、まあ、戦闘意欲を完全に失ってしまいましたんで、まあ、ここから抵抗外バスに乗ってね、小田代ヶ原まで戻ろうと思ってます。うおーおあー、着いた。はい、1時7分楽して赤沼に戻ってきちゃいました。なんかポカポカで寝ちゃったよね。三本松にでも移動しようか。はい、3連休のね、中日、とってもあったかい日光千住ヶ原になりました。まあ、出発こそ赤沼だったんですが、山の向こうの西の湖入り口から中禅寺湖で、中禅寺湖からまたバスで千住ヶ原に戻って、まあ、ここは三本松の園地ですね。あのね、ここにずっといるとね、まあ、非常に天気が良くて暖かいこともあってね、うとうとしちゃうんで、今日はね、宇都宮に戻りたいと思います。今日初めてこの DJI のポケット2を使ったんですが、まあ、皆さんどうでしょうかね。
いつも の, あの僕の GoPro の映像と比べて、まあ、間違いなく変わってはいるんでしょうけど、もしねこのポケット2が良ければ、まあ、今後 GoPro と併用もしくはこの DJI をメインに使っていきたいと思います。今日もご視聴いただきましてありがとうございました。カパパでした。